新居浜市立郷土美術館は1981年に開館し2016年に閉館した愛媛県新居浜市内の美術、歴史民族、考古資料などを集め展示、調査、研究する施設だった。1951年に市内に散在している資料を集め新居浜郷土科学館として開館したのが前身になる。1958年、 文部省から博物館相当施設として指定を受け、郷土館に改装。1964年、博物館法に基づく公立博物館として新居浜市郷土館を設置。1981年、市役所新庁舎が完成し、旧庁舎に新居浜市郷土館が3月24日に開館。同年10月10日に新居浜市立郷土美術館として、 改めて開館した。新居浜市役所の隣の旧市庁舎を利用した同美術館は中央が吹き抜けになっており、四国三大祭りの一つに挙げられる新居浜太鼓祭りの主役である太鼓台が展示されていた。開館から年月を経て、所蔵品の内容や調査、研究に対しては不十分であるという意見が多く、また建物が古く組織も弱いことなどの問題もあり、 美術館と呼べる代物ではなく、単なる資料館だという批判があった。それゆえ、芸術文化の充実、発展を目指して、新美術館を建設しようという動きがあり、新居浜駅前再開発のエリアに総合的な芸術文化施設を建設する計画が、2015年7月18日の赤金ミュージアム会館となって実現した。赤金ミュージアムが開館したことで役目を終え、 2016年3月31日に閉館した。2016年7月から解体に入り、1年後には総合防災拠点施設の建設工事に着工する。太古代の常設展示をはじめ、その機能は新居浜駅近くの赤金ミュージアムに引き継がれている。ありがとうございます。